はい、こんにちは、今回はですね、このオルタネーター、はい、こんな発電機構ですね。でこいつのちょっと解説をね、したいと思うんですね。ヘッドライトが暗くなったりしちゃって、で、バッテリーが弱ってるんかなと思ったんですけど、バッテリーはそんなに古いやつではないので、となってくるとおそらくこいつのこの発電機構が故障してるんじゃないかという予想を立てました。で、ただこいつが壊れてる時っていうのは、通常メーター内にね、このバッテリーの形をした、チャージ警告灯っていうのがついて、バッテリーが充電されてませんよとか、バッテリーが弱ってますよっていうのをお知らせしてくれるんですけど、そういうのもなしに真っ先にヘッドライトがちょっと暗くなっちゃったんですよ。で、なんでそういうその警告灯を介さずにそういうトラブルが起こっちゃうのかとか、解説をね、していきたいと思います。ところで、じゃじゃん、質問でございます。家庭用のコンセントは AC100V ですが、電信棒には果たして何 V、来ているのでしょうか。じゃじゃん。はい、正解はですね、6600V 来てるそうです。どえらいでしょ、どてらいボルトがね、電信棒まで来とるわけですよ。6600V 来てるんですって。AC の電気っていうのは、交流っていうのは何がメリットがあるかっていうと、その電圧の調整がすごいしやすいらしいんですよ。6600V もの電圧が電信棒に来てて、でそれをこうカット調整をして 100V にして家庭に入れるっていうことができるんですね。自動車でヘッドライトとか、自動車のコンピューターとか、まあ、電気必要なんですよ。で電気必要で、その電気っていうのをこのバッテリーから送ってるんですけど、バッテリーでスマホとかね、充電線と放電しちゃうでしょ。で、一体どうやって充電してるのかって言ったら、モーターって電池をつければ、電池をつなげば回転しますよね。ということは、モーターの軸を何かで回せば、電気が生まれるんですね。で、それを利用してるのが、このオルタネーターという、こいつですね。で、結局、ここがね、エンジンの回転でこの回すようにベルトでこう駆動されてて、こう回るんですよ。で、こいつが回ることによって発電がされるっていう装置なんですね。で、この蓋ネジほどいたら、まあ、こう分解されまして、中には、こういった IC や、このブラシですね。はい、IC やこうブラシっていうのがこうついてます。まあ、ここでせっかくなので、ちょっとめちゃめちゃ突っ込みどころ満載の簡単発電解説を、したいと思います。はい、こっちが直流で、こっちが交流。交流っていうのは結局こうぐーんとこう、正風で構成されてるんですね。で、もちろんこっちは風の電気になっちゃってるんで、こんなんプラマイゼロになっちゃいますよね。まあ実際はそうじゃないんでしょうけど。で、どうするかって言ったら、このプラスのところだけを、抜き出す、まあ、ワンウェイバルブみたいなやつがおるんですよ。ダイオードっていう。で、そいつを使って、ここのプラスの部分だけを抜いていきます。で、自動車とかやと、そこにあるね、ブリッジ回路って言って、なんかこの閉じ込め回路みたいなやつがいてですね、僕もあんまよく分かってないんですけど、でこれをなんとですね、こうしちゃうやつがいるんですね。なので実質全部プラスでこう取れていくっていうね。でこれがよくね、原付とかのね、 HID の改造とかするときに言われる前波整流、上だけを抽出するのが、この前波整流っていうやつですね。前波と呼ばれるものです。で先ほどのこっちはほっといて、こっちだけ持っていくよっていうのが半波整流っていうやつですね。なんでこれがそもそもこういう風になるかっていうと、皆さん磁石とか思い出してほしいんですけど、なぜこう上下するかっていうと、磁石とかって S 極 N 極って言って、こうひっついたり離れたりしますよね。で結局これって回転するんで、ひっついたり離れたり、ひっついたり離れたりみたいなことで、こう同じ方向に電気が出続けるわけじゃないんで、でこう波打っちゃうんですね。でこれって結局もう回転物から取り出してるんで、もう絶対こういう風になんかサイン波っていうんですか、正円波カーブっていうんですか、まあ、こういう風になるんですけど、でそれもこの波のこの上のところだけを抽出して取っていってますよってことですね。コンピューターとかはもちろん交流では安定が悪いので、こう直流に変換をして使うっていうことですね。さっきのこのこうなってるやつのこう上だけを抽出していくブリッジ回路っていうやつは、でそいつを司ってるのがここにこのダイオードというね、このこいつですね、このエンド豆みたいなやついるんですけど、でこいつがそれをしてるらしいですわ。でこいつがね、1個だけとかで壊れるとね、結構電圧をちゃんとそれなりに出してしまうんで、先ほど言ってたそのチャージランプっていうのがついてなくてもなんか壊れてるっていうことになるんですって。でこれはこの、足のところの、外皮っていうんですかね、配線をちょっとこうカリカリってカッターでめくってやると、なんか焦げてるところが発見したりとかっていうので、
その壊れてるかどうかの判断ができるらしいんですけど、まあ、今回はここ の, あの ターミナルの取り付けの形が違ったので、まあ、一旦こいつは流用をせずに、まあ、この IC っていうね、でこいつも、こいつの場合は、電圧が出過ぎたのを熱に変えて調整してるやつのはずなんで、こいつが壊れてるとどっちかって言ったらあの電圧が出過ぎるはずなんですけど、僕のやつは今回は、これを直したことによって電圧が安定しました。はるかに安定しました。なので結局僕のは変えたのがこれだけで電圧に関しては直ったので、ヘッドライトの先ほど言ってた暗くなるトラブルっていうのはこれで、解決ができました。はい。で今回ちょっと面白いものも、買いまして、ついでなのでそれもお見せしたいと思うんですけど、ちょっとエンジンをかけてみましょう。こんなですね、このシガーソケットのところにつけれる電圧計を買ってみました。ヘッドライトをつけてみましょう。消しました。はい、もう一回ヘッドライトつけますね。ハイビームです。おお、1ボルトぐらい食われてますね。吹かすと戻る。はい、消す。はい、これね結構便利ですよ。